とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、怨念クエストのソロ攻略、やっていきたいと思います。今日やるのは、ここ、Y 剣のところだね。ごく狙われた Y 学園の頭脳です。装備は、こんな感じでいってます。ビッグアーティスト、ハイヒールバロネス、ニャクルパンチ、生身メダルのギョギョット棒、コスモフロンティアにガッチガチバンテージが3つ。で、ステーキ丼と海鮮丼。ここの食べ物は、HP がいっぱい回復するやつを選んでやってます。ステータスを上げるよりも、そっちの方が、この怨念クエストには向いてるかな。ローストビーフとかでもいいけど、あれ8回しか使えないのよ。8回じゃあちょっと少ないかな。はい。まあ、こんな感じです。行ってみましょう。はい。行きましょう。4体のところよりも、若干マシかな。いや、でも結構辛いんだ、ここ。特にね、アースウォーカーの攻撃がさ、バックドロッパーに合うすか、あれが結構きついんだよね。で、このクエストに限ったことじゃないけど、この怨念クエストは、この敵がね、集まってるところに突っ込まないこと、それが重要。とにかく孤立したところを叩いていく。やば、あぶね。それが重要だと思います。あと、倒す順番ね。モモンガーレディが倒しやすいし、あいつバフ使うんで回復も使うし、早めに倒しとった方がいい。で、ギャラクシーも HP は低めなので、早めに倒していくね。あぶねー。で、水星ランスうっとい。よし。あ、意外と早くいけそうだな。よし。おお、あ、やばい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 。オーロラスマッシャー根元から食らうと即死するからね。よっしゃ、待て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 、バフをかけていきましょう。防御をね、上げてもいいと思うよ。一発一発がでかいからね。いった、わ、やばいやばい、死ぬ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 。ああ、そうか、暗闇になるんだ。あー、うっといな。うっとうしいな。状態異常はきつい。うわ、いや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 い。わけわかんない。よし。ちょっとね、一体倒せばだいぶ楽になるから。あー、もう、この、暗闇が、地味につらい。あぶね、死ぬ死ぬ。孤立しやがったな。当たらない、当たらない、もう当たんねえな。よし、倒した。オッケー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 。次ギャラクシー行く。よっしゃ、こっからはちょっとね、バラバラにしてから水星ランス行きたいぞ。オッケー、あぶねえ。はい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 。お、危ない。回復もしっかりしないとね。そのなんだ、よし、ワンパンみたいなことは、ここはそうそうないだろうけどね。うん、危ない時にはオーロラスマッシャー出た時とか、そういう時にしっかり避けていければいいかな。おい、うわ、嘘、効果範囲長っ。よし、おお、はいはいはい、オーロラスマッシャー、ガラキだぜ。よし、こっからちょっと攻撃力も上がるし、若干気をつけよう。あ、やっば、
もうするなってそれ。超攻撃しにくくなるじゃん。水星ランス。いやー減る。あぶね、猫エンド。猫エンドも絶対食らいたくないな。わあ、ローラーダッシュ。ちょい、ちょっと強引に行くか。いやいや、強引に行ったら死ぬんだよね、これ。オッケー、チャンス。オッケー。あとノアだけ。うん、うまい。回復も十分足りるでしょう。オッケー。あと技にね、注意していこう。ワンパンされることは多分ないだろうから、大丈夫でしょう。オッケー。なんだ、一人になると何もしなくなるのか、お前は。え、危ねっ。しゃっ。なんか必殺技全然しなくなったな。近距離にいればあんまりしない。いやいや、たまたまだよね。ちょっと離れたりするとなんかしてくるとか。いや、むしろ一人になるとおとなしくなるタイプか。よっしゃー、もう1対1だったら全然大丈夫。あっねえ、でも減るね。やっぱ1000以上はダメージ食らうから注意していかないとね。回復しとこう。ちょっとでも不安があったら回復しとった方がいい。うわ、いいよいいよね。よし、終わりだ。まだか。おっしゃー、結構きつかった。でも4体のところよりはだいぶマシかな。とにかく敵が3体重なってるところには近づかないこと、そして回復はしっかりやって倒す順番だね。モモンガレリーがいると防御力も上がって回復もできるんで、あいつから倒すといい感じかもしれません。あとはもうマルチで行こう。ここは仲間連れて行こう。一人で来るもんじゃないです。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。